皆さんこんばんは。稲垣明義の坂の上の雲に向かって、今晩はですね、2回目の登場、はい、出演にしていただきます。喜ば食堂の、はい、小芝大地君に来ていただきました、はい、今日またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。前回来てもらった時はね、中田さんの講演をやった後に事後報告に来ていただいて、告知ではなくて事後報告、本来なら事前の告知で読めようっていうね、はい、話をされてた時に、で今回も思いついて、はい、そういえば100キロ早く歩いてたなと思って、歩いた後の報告になかなかないですけどね、事前のね、事前に今から歩きます、皆さんどうですか、一緒に行きませんかっていうのじゃなく、はい、まあ、歩いてきましたと、そうですね、いう報告にですね今日も来ていただきまして、はい、まあ、事後報告ばかり申し訳ないんですが、ぜひちょっとお話を聞きたいと思うんですけど、はい、これこの帽子をかぶって、はい、でこの乾燥書ということはもうちゃんと100キロしっかり歩いて、はい、時間が29時間42分53秒はい、そういうことですね、そんだけ歩いてたということですが、このどうしてこんな大変な思いをまずしようと思ったのか、はい、その辺をちょっとまずお聞きをしたいなと思うんですけど、そうですね、まず一つ伝えておきたいのは、はい、僕まずド M ではないというド M ではない、はい、自ら望んで歩きたいんだっていうのではなくてですね、はいはい、まあ、実はうちの株式会社よろこばっていう、はい、まあ、会社ありまして、はい、でほとんどうちの会社が、まあ、20代なんですよ、はいはいはい、でまだまだ社会に出たばっかり で、うん、でもう僕も今29で、はい、そんな社会経験したわけではなくて、うん、前の放送でも言ったようにフリーターからの上がりなので、うん、はい、そんなに指導とかもできないので、はい、この前今日長所を持ってきたんですけども、はいはい、ヒューマンフリーマンの松葉たけし先生、うん、はいはい、今研修とかをされてるんですけど、もともと高校の教師でですね、はいはいはい、三重県の高校2校、うん、無名校から甲子園に連れてきた、北井農林と松田高校ね、そうですね、甲子園行った時の監督ですよね。そうなんですよ。で、はい、監督さんが、まあ、野球 の、 その指導を終えられて、はい、まあ、自分の使命はもっとこう日本の中のですね、うん、人を伸ばすことだということで、うん、今研修の会社を立ち上げられててですね、でそこにまあ僕の父、はい、うちの今焙煎師、コーヒー焙煎師やってもらっている父がですね、はいはい、講演行った時に、はい、素晴らしい指導力だと、でぜひとも喜ばで、うんうん、指導してもらった方がいいんじゃないかということで、はい、で僕最初この著書を読ませていただいて、はいはい、この方素晴らしいなと思って、でちょっとその研修させて、うん、してもらえないかということで、うん、去年から1年間入ってもらってまして、うん、まあ、とにかく会社は社長だということで、うん、社長はしっかり成長しないと、うん、社長の器が会社の器決めるからっていうことで、うん、まあ、いろいろ指導もらってて、うん、まあ、その中の一つとして、うん、ちょっと琵琶湖100キロ歩いてみないかと、松田先生から誘われて、はい、絶対にこの社長が歩くことで、うん、もっと喜ばっていう会社も良くなるぞと、なるほど、いうことを対して、で松葉先生も歩かれてるんですよ、うん、なんか、はいはいはい、はい、で今回これが琵琶湖5回目なんですけど、はい、ぜひともどうだということで、うんうん、だったらちょっと一回やってみようかなと。へえ、そのお誘いがあって、まあ、この本を読んで感銘も受けたし、そうですね、行こうと、そうです、松葉先生が言うことだったら間違いないなということもありつつ、松葉先生そう今そういう活動されてるんやね。そうなんですよ、もうね、有名な本当に久井農林とかね、はい、その松葉高校甲子園行った時でも、はい、本当その指導力は本当有名っていうかね、はい、もう群を抜いてるっていうのを言われてましたけど、すごいですね。いや、めちゃくちゃ本質をついてるんですね。そのやっぱり野球のただの監督かって言われたらそうではなくて、うん、やっぱ企業にうちに入ってもらって、うん、社員がめちゃくちゃ変わったので、うん、うちのメンバーが、はい、なんで本当に人間としての本質だとか、うん、いかにその目標を達成するために、うん、こうどういうふうにチームとしてあり方をするのかっていう指導を入ってもらって、うん、本当に助かって、はい、そしてその松葉先生のグループ で、 そうです、何人ぐらいで、20人ぐらい、はい、経験者もいてですね、はいはい、これがちょうど松葉先生のチームの帽子なんです。帽子、あ、それこれ琵琶湖100キロマラソンの帽子じゃなくて、はい、松葉先生のチームの、あ、そうです、そうやな、書いてあるな、これ、なるほど、ピンクなんで目立つんですよね、ケンシャンドタケシ、はい、でこれみんな被って出たと、そうです、なるほど、僕の同級生の横山大臣一緒に、はい、46歳頑張って、はい、46歳歩いて、はい、あれを見て本当大丈夫かと思いながらそうですね、なんかあれフェイスブックでライブで10キロごとぐらいにね、はい、やってました、はい、最初のうちは頑張ってます、今から10キロですとか、そうですね、まだ20キロですみたいな出て、僕あれ見てて、はい、なんか30キロ過ぎぐらいからなんか更新がなくなってそうです
あれが面白いもので、であのね、同級生の、はい、これを出してもらうきっかけになった横山さんなんですけど、はいはい、まあ、あの僕マサ先生にその、ね、誘われてって言いながら、はい、ちょっとやっぱちょっと怖いじゃないですか、はい、それで、なんか、ね、皆さんいたって、いい人いたなみたいな。いないですか。暇だ。とりあえず一日付き合ってくれと。そうです。いうので、そう心が OK してくれて。で大輔さんとも走りながら、はい、これ絶対にネタになると。はいはい。でこの前日が、うん、西野亮廣講演会。そうや。それもやってたね。はい。うん、その報告も事後。それも事後報告なんですけど。事後報告で。そう10月19日が西野さんの講演会があって、はい、これも400名近く、はいはいはい、満席になって。あれも行きたかったよな。ちょっと行けなかったんですね。そうです。日程があったんです。悪くて、うん、で西野さんがその後講演懇親会でうちのお店で来てもらって、はい、お店が150人ぐらいパンパンになって、はいはい、で12時過ぎぐらいまでも西野さんも全員に1人ずつ、はい、こういろんな話を聞いてくれてめちゃくちゃいい会になったんですけど、はいはいはい、でも、ね、片付けとかして、うん、3時ですよ夜中の3時やっと終わったと、はい、もう3ヶ月走り続けてきたので、うん、あやっとこれ一息つくなと思って、うん、そしたら大輔さんがその懇親会来てて、はいはい、大輔君明日だよみたいな、うん、悪魔ですよねこっちはもうあやっと終わったっていう感じなのにそうかあれ、はい、西野さんの講演会翌日やったなそうです100キロ歩くのがあれはしくじりましたね日程がタイトすぎるなそれは、はい、僕人生最大のスケジュールミスだと思ってますああ、はい、寝不足のまま、まあまあはい朝5時に起きて大輔さん迎えに行って、うん、そのまま市街行くっていう2時間ぐらいしか寝てなくてで歩き始めて、はい、あれ何30時間も歩いてるってことは、はい、自由に寝てもいいってこと寝る場所はあるのないです寝たい人は勝手にもうベンチかなんかに座って寝るみたいなそうですね、はい、一応なんか10キロごととか5キロとかでチェックポイントがあるんですよ、うんはいはい、でそこで一応その滋賀の方たちが、はいうん豚汁作ってくれたりとか、うん、その企業さんたちがなんかお菓子出したりとか、はい、マッサージしたりとか休んだりできるスペースはあると、はい、でそこでまあ仮眠もできるとそうです、はい、寝たの多少はいや多少は寝ましたけど、うん、寝落ちですよね多分 あれは60キロ地点ぐらいで一回ちょっと寝ないとというか、はいはい、もう2人ともなんか気失ったんですよ、うん、寒すぎて、はい、で気失って、うん、起きたら足バキバキで あれ人って、うん、あの本当に疲れて筋肉を動かした後に、はい、止まったら終わりですねあもう動かなくなる動かないですあ、はい、僕も一回冬山登ってね、はい、上まで登ってでご飯を食べて雪、はい、あの積もってるところで食べて次じゃあそろそろ降りようかと思ったら、はい、全然動かなかった時そうですよねもうやっぱダメだよねあれダメです急にその、はい、休んじゃうとねそうですあその状態でそうですなるほど歩くっていうのをなめちゃいけないのかな普通に歩けばいいじゃんっていうせやねはっきり歩き続ける僕学生時代にね一度チャレンジ仕掛けたことがあってそうなんですか横山で言ってたんやけど、はい、でいや歩き出したけど、はい、30キロぐらい過ぎた時点で、はい、一体俺は一体何やってんだろうこの黙々と歩いてて疲れてくるし、はいはい、であとまだ70キロもあるし、はい、想像もつかないし、はい、でお腹も空いてきて、はい、でく暗い夜、はい、あの夕方ぐらいから歩き出して、はい、もう夜だいぶ暗くなってるし、はいはい、これこのまま歩いて何になるのかなって思い出した時に、はい、周りの仲間だと、はい、ちょっと店入ろうかと、はい、居酒屋みたいなのがあって、はい、ちょっと休もうって、はい、休んだら、はい、そこでビール飲んじゃって、はい、もうやめとこうと危険東京でね、はい、イベントでもう危険して、はい、あの本当情けない経験があって、はい、でも横山が行く前にそんな話をして、はい、絶対にもう途中で嫌になるぞと、はい、間違いないです、ね、でいろんな誘惑があると、はい、もうそれに負けたらもう絶対嫌になるで、はい、なんで俺はこんな無駄なことしてるんだろうって思い始めるよって、はい、あいつに言ってたんですよいやそれはねあります、うん、10キロ地点ぐらいまでは、はい、結構ルンルンなんですよルンルンな感じだった Facebook とか分かった、はいはい、なんかみんなイエーイみたいな頑張ってるって言ってちょっとヒーローみたいな感じ で、はい、でクラブハリエとかあるんですよ、はい、たくさん、はいはい、で大輔さん、まあ、あのクラブハリエ、うん、あのちょっと明日でも行きましょうよみたいな、うん、軽く言ってたんですよ軽く夜っすねみたいな、うん、ちょっとなんか6時間ぐらい寝るんじゃないですかって言ったら、うん、いやそれで僕らが発見した、うん、法則があって、うん、そういうこと稲垣さんの言ってたその30キロ、はい、30キロ理論があります30キロで俺は何やってんだろうって
やっぱりそうやな、はい、俺もそこで断念したから学生の頃、はい、多分大体これはいろんな目標とか設定もそうだと思うんですけど、はい、大体3分の1って人の心を折れかけるなっていう話をしてました。そうやな、さんと確かにな、はい、でそれで、まあ、あれでも朝方にもうね更新してやつを見 見た時に、はい、もうあの残り30キロ、あれもっと残り 何キロ、あとそうです40キロです、ね、40キロ で夕方の4時ぐらいまでにゴールしなきゃいけない。そう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 、で俺計算しててこれ多分無理やなと。無理でしたねその計算あれは本当に無理でしたねでこれダメやなと思ったら、はい、そしたらあの、ね、結局乾燥したって言ったから、でも横山言ってたけどなんかバファリンが効果があるって、はい、そうそうそうなんかそれでパワーをもらった。そうそうそう、痛い止めを打ちながらやりながらやったりとか、うん、あとはあの夜理論があるんですね。ほうほうほう、夜がやってくると人はめちゃくちゃ、うん、あの精神が裂かれますね、うん、あ完全に僕らのこのキロメートルをどれが動いたかっていうのを計算をすると、はい、日昇ってる時めっちゃ調子いいんですよ、うん、最初はやっぱ昼間のがいいんだ。そうです。でもちろんその40キロぐらいから60キロまでは日が暮れるというのと体力が落ちてくるので下がってくるというのはあるんですけど、そこから日が昇ってきたら結構元気になって、でそこから追い上げたっていうのと、あと言葉数が増えますね。ああなるほどな、はい、やっぱ太陽大事なんやね。太陽大事です。太陽を浴びることはすごく大事だ。だからあの朝の時点で無理そうかなと思ったけど、なんとかこう乾燥する原動力にもなり、それが無事終わり100キロやっぱもう一回行こうと思う。もう一回いくと思わない。じゃあもうこれで満足。そうですけど思わないんですよ絶対に思わないと思ってたんですね。その後僕疲労骨折にもなって1週間ぐらいもう本当足杖ですよ、はいはい、でも社員とかに、うん、会長みたいに呼ばれるような、うん、なんか会長みたいなだいぶ後遺症残ってたな。後遺症残ってたんですけど、けどこれ収録が1ヶ月後ぐらいじゃないですか、はいはいはい、もう一回やってみようかなみたいな。あだんだん体がもう回復してくるとともにもう一度行こうと。そうです。っていうのもやっぱこれをライブ配信したりとか、はいはい、ネタになるんですよね。まあな確かにな。そうするとなんかちょっとなんかみんなチヤホヤしてくるじゃないですか。そしたらもう一回やろうかなって思う。これまたやるな、はい、第5回終わって第6回第7回とまたそうなんですよ。長谷さん絶対巻き込もうと思います。僕はもう絶対行かないと思うけどね僕いろんなこと誘われるとね、まあ、一回ノリで行ってみようかって言うんやけど、はい、これ100キロ歩くっていうのだけはね多分要請な。俺はでも絶対巻き込みたいですね。今日あの僕本当好きな、うん、あの悔しさを忘れるなっていうことが好きなんですけど、ほうほうほう、これ逆なんですけど、あの苦しいこととか悔しかったことってやっぱ人間忘れちゃうんだなっていう、なんかせっかくあの時こう思って誓ったのに、いい風に、まあ、今回はまた歩こうという、いい風にポジティブですけど、悔しいこととかって結構1ヶ月とかで忘れちゃうんで、やっぱこういう事後報告とかをさせてもらうと、なんかあの時の苦しみとか、やっぱり100キロ超えた後って何でもできるなっていう、はいはいはい、やっぱ挑戦する時にリスクを考えるとゾッとするんですけど、このゾッとする先に絶対何か新しい自分が見えるなっていうのを思ったので、なるほど、それをうまいことこう自分の心理を使っていきたいなと思ってます。これおせちの宣伝してもらおうと思ったけど、まあ、あと15秒ないおせちやっております。これ、はい、あの来週もう一回ちょっとおせちの宣伝だけ してもらおうか。はい、お願いします。全然商売の話をせずに100キロ終わっちゃったんであのとりあえず100キロ俳句、まあ、感想を無事してもらってありがとうございます。まあこれ大変だと思います。皆さんもね、もし興味持ったらこれ琵琶湖でやってんねんね。そうです、琵琶湖あの近くなんで、まあ、毎年やってるのかな、はい、そうですね、毎年やってます。第5回今回はあれですけど、はい、ぜひまた機会があったら、おそらく彼また行きそうな感じになってるんであくまでも琵琶湖のチャリティーだ、琵琶湖のチャリティー、琵琶湖のために歩く、琵琶湖のために歩く、この参加費は琵琶湖 の環境保全とかに。なるほど、そういうことなんで、またよし、ぜひ機会があればね、はい、100キロまた皆様挑戦していただければと思います。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。